こんにちは、デリッシュキッチンです。本日は丸米の提供でお送りします。まずは白あんをラップに乗せて丸く広げていきます。そこにいちごを乗せたら、あんで包んでしっかりと丸めていきましょう。8個分すべて丸めてください。ボウルに白玉粉 100g を入れ、米麹から作った甘酒をよく振って、1本分を何度かに分けて加えていきましょう。都度しっかりと混ぜてください。そこにラップをかけて 600W のレンジで2分加熱します。加熱し終わったらラップを取り、全体が滑らかになるまでしっかり混ぜていきましょう。さらにラップをかけて 600W のレンジで1分半加熱してください。加熱し終わったら片栗粉を敷いたバットに開け、片栗粉を全体にまぶしていきます。こちらを8等分に切っていきましょう。等分したら生地を手で広げ、丸めたあんといちごを包んでいきます。8個分丸めたら完成です。プラス麹、米麹から作った甘酒、ぜひお試しください。